ちは。こんにちは。ゆだかさん、はい、前の、まあ、前回というか以前動画で、うん、里崎さんが10億円でちょっとチームを作ってみたみたいな、やったね、やりましたでしょ。あれなんかもう対戦してる人がいたな。そう、チーム里崎対チーム、ゆだかさん高木で対戦して途中まで勝ってたんだけどさ、佐々木朗希がボッコボコに打たれたから、まあ、まだ未知数、あんな打たれ方はしないけどな、うん、まあ、まだね、未知数ですからね。まあまあまあ確かにね、はい、で、結構ね、ご覧になってる、はい、くださってる皆さんも、うん、自分たちでチーム作ったりとか面白いっていう声をいただいたので、うん、そうだね、はい、10億円シリーズ第2弾。お、実は里崎さんが、うん、年俸の、うん、こう上げ率、おだから今シーズンさらにその年俸を上回った年俸をもらえるブレイクスルーだったりとか、まあ、活躍するだろうなという選手だよね、はい、選手を10億円以内で集めてチームを作ってみようと。なるほど、はい、で1シーズン終わったら、はい、その上がれる率が高い方が勝ちということね、はい、いわゆる利益率がいいんです。上げた方が、まあ、それはそうだ、ね、ってことですね。だから10億円よりも上に行ってる方が勝ちということで、はい、で里崎さんはもうすでにチームを作っております、はい、だから被っちゃいけないわけでしょ。もちろん被ったら面白くない。面白くないですよ。だから先にやった方が勝ちかもわからない。そうなんですよ。だから若干里崎さんの方が有利。そうだな、はい、有利だよ里崎なんですけれども、はい、まあ、里崎さんが選んだメンバーはですね、はい、まあ、先発が種市投手、あ、活躍しそうだね。しそう、うん、で中継ぎがフランソワ投手。フランソワはいなくなったらどうするのかね。途中でね、まあ、なんか帰っちゃったりしたら、うん、まあ、それはもうね、まあ、そうしようね、ダメですけれども、はい、で抑えが岩崎投手。岩崎、はい、昨年シーズン休んでね。そうですね、まあ、戻ってきてるけどね、まあ、岩崎投手も抑えという形で置いてます、はい、で、そこからまずキャッチャーが清水選手。日本ハムね、はい、まあ、大きく化けそうだけどね。で今週、はい、2600万がいくらに化けるかということで、はいはい、でファーストは清宮選手、2000万。まあ持ってる能力からするとね、一気に来そうだけど、うん、大丈夫かね、怪我とかいろいろね。で、セカンド、うん、山田哲人選手。これはね、鉄板で上がるよ、FA 使うから。あ、そこの狙いがさすがだわ。すごい、電卓すごいですね、電卓すごいね、5億。ここで5億使って、半分使ってるわけだからな。でも半分使っても元取れるって。まあ確かにな、利益取れるって思ってるからすごいな、はいはい、で、サード、はい、周東選手2000万。まあ出れるかどうかだよね、うん、だレギュラー勝ち取ればっていうことなんですよね。まあまあまあ、一応サードに置いて上がる率を考えてるわけでしょ、うんうん、そうでしょうね、はい、でショートが、はい、これは小深田選手、はい、1500万、楽天でね、はい、まあ、ルーキーだけど、はい、なんか使われそうな感じだよね。おお、あ、じゃあ上がりそうな予感。まあ、まあ、使ってある程度出たら必ず上がるという選手だよね、はい、あ、なるほど、はい。でレフトが上里選手、はい、4800万、はい、うん、まあレギュラー1番で、はい、ラミレスが使うって言ってるからさ、監督が、はい、うん、まあ、可能性はあるよね。そうですね、はい、でセンターが近本選手、はい、4500万。これは分かりそうですね。どう、まあ多分ね、普通にやればね。ただ阪神の外野手も打てなかったら、はい、いろいろいい選手がいるから、うん、だから、まあ、最初は使っていくだろうけど、はい、そう、もともとできないよね。そうですね、はい、でライトが牧原選手4000万、はい、うん、なんかポジションガタガタだなまあいいけどね、まあいいけどね。で、はい、DH 枠もあるんです、はい、DH、これ西武の金子選手を DH で使って1億2000万、はい、まあ1番で、うん、例えばある程度やれば上がるよね、やっぱ。どのぐらい、でもそんな結構上がります？1億さらにプラスアルファで。いや、もう秋山が抜けたでしょ、はい、で秋山の抜けた代わりを本当に務められたら2億はいくよね、うん、いきますか。まあ、ただ DH 枠なんですよね。まあいいんじゃない、いいですかね、うん、はい、ということで、うん、これで里崎さんは9億8380万、うん、残り、まあ、1000万ちょっと残して の、 このチームになりましたけれども、うん、まあ、ね、はい、さあ組んでみましたよ、はい、組んでみました、ね、はい、はい、ちょっと かぶっちゃいけないのでいろいろ悩みましたが、はい、うん、まずは先発から、まあ、先発東山、お、ソフトバンク、なんか開幕投手を務めるみたいで、ね、まあ、期待もあるだろうし、はい、まあ、ソフトバンクっていうのはさ、やったら半端なく上がるじゃない。そこ魅力ですね、まあ、そこはそこを考えた一応。あ、ソフトバンクという会社の資金力ですね。資金力で東山が今6700万なんだよね、はい、
ね、はい、これがやっぱもう10勝、12、3勝、15勝でもすればさ、はい、一気にいくよね。奥行きますもんね。あ、それは行くの、確実に行く。だからまあ東山ということね、はいはい、で、中継ぎ、中継ぎ、はい、石田、はい、DeNA、はい、ね、まあ、昨年も中継ぎやって、今年先発も多少やるかもわからないけど、やっぱ安定感が出てきてるよね、うんうん、で、DeNA もやったら上がるから。そうですよね、下げ幅が低い、もう大きいけど、うん、やったら上がり率っていうのがすごく高いチームになってきてるから。だって抑えのね、あの、うん、山崎選手も3億5000万ぐらい、はい、もらってるので、やれば上がるから。そうですね、だから石田もチャンスだよ。そうです、僕、ああ行けるチャンスです。そうそうそう。で、抑えが森原、はい、4500万。まあ昨年の成績を見るとさ、2年連続でやったら相当上がると思う、うん、上がりますか。いや、それは上がるよ。で、優勝予想だから、ある程度、あ、楽天は、はい、その中で抑えを務められたとか、うん、まあ中継ぎになるかもわからないけども、はい、昨年の成績を収められたら相当上がると思うよ、うん、じゃあ今今年年俸4500ですけど、うん、活躍したら次のシーズンいくら、豊さんの見立てだと。まあ1億2000万ぐらいいくな。結構なアプリすぎますね。まあ行かなかったら俺石井に電話するから石井 GM にそうそうわかりました。じゃあ続いては、はい、野手いきましょう。はい、キャッチャー梅野1億。これなぜ上がるかというとさ、うん、ピッチャーがいいんだよ、うん、ピッチャーと連動してるのはキャッチャーなんだよ。そっか、今年いいって言ってましたもんね、阪神、うん、だからチームがうんぬんというよりも、うん、チーム防御率が良ければやっぱりキャッチャーにも反映されていくっていう、ボーナス的なプラスアルファ。そうそう、あ、そう、それと体が強いから、はい、怪我なかなかしない。あ、それは大きいですね。片岡も言ってたけどね、はい、あの子は体強いよって言って、おで、ある程度出たら必ず上がる、はい、豊さんの予想だとこの1億がどのぐらいいくと思いますか。まあ、だからチーム成績にもよるし、うん、まあ、ピッチャーの出来不出来にもよるけど、うん、まあ、出来が悪いっていうことはないと思うんだよね、うん、でもチームがいいところまで行って梅ちゃんがある程度活躍したら倍額、うん、2億、うん、おって考えてるけどね。っていうふうに考えてる、はいはいはい、で、ファースト井上誠也5500、うん、これは昨年ね、出だしが悪かったんだよ、春先が、うん、で、その球場が狭くなったことによって力み出したんだよね、はい、それが悪くて、で、今年を迎えて、今年はなんかオープン戦でもいきなりホームランが出たりだとか、はい、まあまあいいスタート切れるかなっていうようなところで考えると、まあ井上誠也がまあ1億はいくだろうと、うん、お、そうですか、うん、プラスアルファ5000万か、そうそうそう、はいくかなっていう、はい、で、あの子の能力からすると30発打てる能力は持ってるし、はい、30発打てばまあ最低でも90打点を上げるかなっていう、うん、そういうイメージを持ってるのね。なるほど、うん、そしたら1億2000万とかいきそうだし、おー、だから期待してる、はい、うん、で、セカンド、まあ、吉川尚輝、はい、2300万、うん、まあ、昨年の怪我はもったいなかったよね。そうですね、うん、で、まあ、やっぱ巨人のセカンドを今年守るんだったら、まあ、吉川尚輝がまあ一番手かなと思うしね、うん、で、あの子の持ってる能力っていうのを考えると、はい、これはやっぱこう一番を務め上げたら跳ねるね。跳ねる、跳ねる。あ、じゃあ今2300万ですけど、あ、まあ8000万ぐらいいくんだよね。まあいきなり1億はいかないと思うけど、まあ、そうですね、この数字からしてみても、うん、じゃあ8000万ぐらいはいくんじゃないか、いくんじゃないかという、ね、お、はい、さあ、サード、はい、岡本、お、これはね、まあ、売却いく可能性はある。今1億4000万なんですよね、うん、これなぜかというと、うん、俺は今年打点を予想してるから、おお、そう、タイトルを取ったらやっぱ跳ねるよね、はい、あ、そうですよね、うん、だから岡本には、まあ、タイトル取って、はい、まあ、3億とか、うん、3億手前とかに行く可能性があるからね、うん、そうですよね、はい、しかもなんか今年はね、サードに定着、うん、っていうかもう固定ポジションでしてもらえたらさらに、まあ、さらに、ね、あの落ち着いてできるよね、うんうん、だからまあそこら辺での期待、はいはい、さあ続いてショートです。はい、強打、お、6400、まあ、守備はもう問題ないから、うん、あとは打つだけなんだよ。で、打って出塁率を上げていけば、うん、必然的にも給料は上がるよ、うんうん、
だからもう下がるっていうことは考えなくていいような選手、うん、あ、じゃあこの中で下げ幅はもうこの京田選手は考えなくていい、あ、もう全然考えなくていいと、あ、まあ、だって守備はもうできるわけだから、あとは打つことだけ、あ、だから6400からあとどのぐらい 上乗せとか上積みができていくかっていう、まあそうだね、どのぐらい考えてますか。いやいや、だからまあ1億2000万はいくんじゃないかっていう、普通に打てばよ、普通にだから、うん、まあ率で言えば2割8分、うん、でもいいよ、はい、で出塁率が3割8分、うん、このぐらいやってくれれば、うん、まあ1億2000万も堅いよ。おお、了解です。じゃあショートは京田選手、はい、そして外野手ですけれども、はい、外野手1人目、はい、はい、吉田正尚、ここはでも2億ですよ。いや2億だけど、うん、やっぱこうなんていうのかな、頼りがさ、うん、オリックスの場合目玉を作っていかなきゃいけないじゃない、まあ、ピッチャーは目玉いるよね、山岡、はい、山本っていう、うん、で野手で言えばもう吉田なんだよ、うん、で AJ っているけど、アダム・スコットがね、はい、アダム・ジョーンズか、アダム・ジョーンズですね、アダム・ジョーンズ、まあ、アダム・スコットって言ったらゴルファーやない同じね、振る方でもね、ちょっと全然違う、AJ、だから吉田はやれば上がる、豊さんが、うん、球団が目玉にしたいから、あ、まあそっかそっか、だから昨年の成績を残せたら4億になる可能性がある、はい、うん、お、倍の4億、うん、おお、ここで結構だからね、はい、球団によってもこの選手はちょっと抑えとけっていう選手、はい、疑いのある選手、うん、吉田はもう絶対やる選手っていうのを決めてるんだよね、でスターに育てなきゃいけないっていう、うん、そういう選手なんだよ吉田って、うん、だからやれば上がるから、やれば上がる、うん、じゃあやれば4億に倍ぐらいになる可能性があるということ、うんうんうん、でも間違いなくちょっとやったら1億上がる、お、じゃあここはもう堅実固いですね、固いと思う、うん、吉田選手、うん、で、もう一人外野手は石川、はい、ね、6800万、これはセリーグの首位打者候補だ俺の今年の、あ、そうなんですね、首位打者取った時には、うん、まあ1億アップの1億6800万ぐらい、一気に、一気にすごいな、うん、だから可能性を秘めてる選手、そうですね、ああ、うんうんうん、と思うよ、はい、はい、そして、外野手もう一人です、木村だね、西武の、はい、まあ、昨年規定打席に1打席足りなかったという、非常にもったいない、もったいなかった、はい、で、あ、これが1打席到達してたら、はい、4500万なんだけど今年、うん、だけどこれが6000万になってる可能性があるんだよね、おお、いや、それだけ違うのよ、そうなんです、やっぱ規定打席と規定打席足してない、その一つが、一つが大きくやっぱり、査定に響いてくるわけよ、はい、で今年は、うん、まあ、やると思うよ、昨年も慣れたし、はい、でやらなきゃいけない選手になってるし、うん、で西武の上げ方って見てると、はい、やっぱりやったら上がるよね、あ、そうですよね、うん、きちんと、だからやったら上がるということを考えると、うん、やっぱ木村にもチャンスがある、あ、了解ですね、じゃあ外野手は最後は木村選手、西武のね、はい、西武の、はい、そして DH、 DH は誰だったっけ、はい、あ、大城だ、はい、あ、うん、まあ、キャッチャーもできるけど、はい、まあ、DH 大城、うん、この前札幌ドームの試合を見てたけど、オープン戦の、はい、うん、バックスクリーンに弾丸ラ ライナーで放り込んでたんだよね、はい、まあやっぱ魅力のある選手だよバッティングにはね、うん、まあ、守備に関しては、まあ、キャッチャーもある程度できるし、はい、ファーストもある程度こなせるけど、バッティングだけに集中させたら、うん、まあ、セリフはないけどね、はい、DH が、うん、まあ、あのバッティングに関してはこう化けるという、おお、じゃあこの3500が、まあ1億ぐらい、いや、活躍すればよ、いきなり1億やるかどうかを別問題として、うん、1億、まあ、手前だったりとか、うん、そのとか、まあ上がるよね、多分ね、おお、まあ巨人も出すからね、あ、そうですね、球団的にソフトバンク、DeNA とか、まあ、西武とか出すから、うん、はい、だからまあそれを考えると、うん、まあまあいい勝負するんじゃないかなと思うけどね、佐藤とね、まあ、そうですよね、うん、でここまでで使った金額が、うん、全部で9億1100万なんですよ、うん、まあ残りちょっとね、まあ保険をかける、はい、保険を保険ないですけどね、まあ、いいじゃない小園入れたって1000万で出た、また小園を入れとこうよ、豊さんのポケモンでしょ小園大好きなんだもん
そうですね。小園は今年、はい、ね、はい、やったら、そんなに上がらないと思うよ、1年目だから。まあ今、まあ、今1000万ですけど、ね。まあもう3年目になるけどね。あ、今年2年目か。はい、2年目にはなるけど、はい、やってもそんなには弾けないよ。うん、だから行ったって6000万とか、うんうん、ね、ぐらいだけど、はい、うん、小園の方追っかけようよって。面白いじゃん。そうですね。いや、化ける化ける。化けますか？化ける化ける。あ、じゃあもう豊さんのポケモンとして、うん、じゃあここは控えで、何かあった時の、何かあった時のために小園選手ということで、ね、まあ、誰が怪我しても小園そこを穴埋めていくから。あ、そうです ね。なので、あ、あれですね、小園選手抜きで9億、うん、1200万だったので、うん、これ小園選手入れると9億2200万になるということで。はい、まあちょっとオフをね、楽しみにしてもらいたいね、これは。そうですね。いや、みんな選んだ選手は活躍してもらわなきゃいけない選手だし、もちろん活躍できる選手を選んでるから、はい、ね、うん、まあ、あの、楽しみにしてください。本当です、本当です。このままなんかから本当怪我人がね、うん、続出しないように。そうだね、はい、はい、で、これこのシーズン終わってから結果を見て、年俸を見て、はい、で、あの、ちゃんとね、罰ゲームというのも用意してあるそうなので。そうだ、ね、負けた場合は、まあ、コメント欄に罰ゲームこんなんがいいんじゃないかっていうのも あったら、ね、ちょっと書いてもらえれば、はい、ちょっと参考にします。はい、ぜひよろしくお願いします、はい。